ダンジャラス。ですね、今空港にいるんですけども、私はですね、本日6月28日をもちまして25歳になりました。イエイ、ありがとうございます。最初に言っておきますわ、ありがとうございますと。ここなりですね、多くの方に、祝福していただけるのも、まあ、あんまりいないのかなと、そういう人間もいないのかなというふうに思います。今頃、まあ、僕のコメント欄はね、誕生日おめでとうございますという祝福の言葉であふれ返っているとは思うんですけども、ありがとうございます。先に言っておきます、ありがとうございます。で、ですね、去年もですね、ちょうど1年前、24歳になった時もなんか24歳になりましたみたいな、そういう動画を上げたと思うんですよね。で、その時はね、なんかまあ24歳で、まあ若いっちゃ若いんだけど、そこまでまあ若いっていうような風にも言えなくなってきたような気もしてて、でかといってなんかね、何かを成し遂げたわけでもない、その焦りの中で、まあ焦ってるんだけども、でもなんかまあ好きなことやりたいみたいな、なんか嫌いなことはやりたくないしみたいな、なんかそういうようなね、話をした覚えがあるんですけども、基本的にそんな変わってなくて、その思いは、25歳ですから、よりそうね、やっぱり、若いっちゃ若いけどですよね、20代前半ではなくなったわけですから、20代半ばですよね、まあ四捨五入したら30ですから、まあアラサーなんていう気はさらさらないですけどもね、私は。でもまあ25歳ということで、まあ若いんだけどね、まあ焦りもありますと。まあその焦りっていうのは、まあなんていうか変な焦りじゃなくて、いい意味で、焦ってるというかね、もっともっといけるぞっていう意味でポジティブな焦りですけども、まあそういうようなふうには思っていますと。で、まあ今年の1年も25歳の1年もですね、まあ僕らしくいるっていうのが一番なんだけどね、まあ抽象的ですけども、まあとにかくなんていうかな、やりたいことをやりたいようにやるっていうことですかねと思っております。そのなんかね、縦横無尽にやりたいことをこう あれこれ手出すと、で瞑想するかもしれないけど、まあいいじゃないかと、瞑想万歳で、瞑想なくして直走なしというのが僕の座右の銘ですから、今作りましたけども、まあなんかね、いろいろ手つけてやりたいことを次から次へとやればいいと思ってて、飽きたらまあ飽きたでしょうがないし、飽きるのを恐れて手を出さなかったよりも、別にもうね、飽きるかもしれないと、それを前提に受け入れた上で手を出していった方がね、僕は結果的に得るものが大きいかなというふうに思いますし、特に24歳 の1年は結構そんなような感じでね、いろいろごちゃごちゃ動いてたかなと、個人的にはまだまだだけどね、いうふうに思ったので、まあ今年のこれからもね、25歳の1年もそういうふうなスタンスで、毎日毎日充実した日々を送れるように、まあ頑張って、そして何よりも楽しんで、いきたいなというふうに思います。まあこの1年振り返ってね、まあ自分で自分を評価すると、まあまあ頑張ったんじゃないですか、松本さんという感じですね。なんか1年前に比べてね、結構経験したこと、経験値は結構増えたかな、いろいろ。今パリにいるってこともそうだし、まさか1年前ね、僕が1年後パリにいるかなんて全く思ってなかった。まさかパリに買い付けになんか来るなんて、これっぽっちも思ってなかったわけですから。でもうそういう状況にいて、そういう経験ができて、パリで非常に大きな、もう本当に収穫を得ることができて、っていうことができてるとは、まあなんかすごい僕にとっては非常にプラスですし、感謝すべきことで、嬉しいことでもあるということですね。まあなんかそういうことをね、なんか一つ一つこう増やしていけるような、一歩一歩少しずつでも前に進めるような、そういうような1年に、また今年の25歳の1年もしたいなというふうに思ってますね。まあまあまだまだその守りに入る気はなくて、まあ、ここで守りに入ってどうするんだよって話なんですけどね、25ですから25で守りに入ってどうするんだよってね、まだ、まあ、人生100年だとしても4分の1過ぎたくらいですか、まあ、4分の1、たかが4分の1されど4分の1ですから、まだね、ここで守りに入ったら何、あと75年守んなきゃいけないと思う、それはちょっとおかしいよね、まあ、少なくともあと25年は攻めないといけないかなというふうに思ってるんで、まだまだ、まあね、25歳なんで、ガンガン攻めてリスクは取って、い
ていくと、できるだけね、取っていくっていうことをしていきたいなと。まあもちろん失敗はすると思うんだけども、まあ別に失敗万歳というかね、なんか失敗を恐れて、なんていうかな、失敗を恐れて恐れ続けるというか、なんかね、損しないことを、損することを恐れて、結果的に何もせず一番損するっていうのが一番のバカだと思うんですよ、僕は。ね、損することを恐れて縮こまってて結局一番損する、もう絶好のチャンスを逃すみたいな、それが一番バカなことだと僕は思うので、まあなんかね、まあ、さっきも言ったように、まあなんか自分らしくというか、リスク取っても、まあなんかやるというですね、アウトプットの主眼というかね、まあインプットももちろん大事で、それは日々していくつもりではあるんだけど、アウトプットの中で得られるインプットっていうのももちろんあって、で意外にそっちの方がね、インプットが目的のインプットよりもアウトプットが目的のインプットの方が、手段としてのインプットの方が良質なインプットができたりするので、まあそういうような考え方でですね、いろいろやりたいなというふうに思ってます。そんな感じかな、まあとにかく、まあ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 ですよ。ごめんなさいよ、僕今ね、もうだいぶ疲れてるんですよ、今本当に疲労困憊なんですけどね。まあでも、まあそんなのも関係ないんで、頑張るかな、で、やっぱりね、あと、大事なこと、やっぱり僕、まあさっきも言ったようなこと、まあ自分がやりたいからやるんだけど、でもその上で今の僕の状況って、やっぱりその動画なりなんなりこうね、見てくれて、応援してくれてる人とか、ウォッチングしてるくれてる人がいるっていう存在は、まあ僕も忘れちゃいけないし、非常に大きいんですよね、僕の中で。だからね、そうやってなんか僕のことをこう買ってる人、あいつはみたいな、あいつはね面白いよとか、あいつはなんかビッグになりそうだとか、なんかそういう期待値みたいなのも、まあ、別に僕は重荷には感じてないんだけど、でも空見たことかと言ってもらいたいんですよね、できれば。そういう思いはもちろんあります。ほらな、俺が言った通りだろ、あいつはやる男なんだよっていうのを皆さんに言わせたいってことね、俺の目に狂いはなかっただろうと、なんかそういう風に皆さんにですね、思っていただけるようにしたいんですよ、僕もね。まあなんかね、僕なんか応援してるというか、僕なんかウォッチングしてる人は相当マニアック、相当マニアックでもないけど、まあ、マニアックだとは思い、ニッチだと思います、非常にニッチ、明らかにメインストリームではないので、まあ、そういう方にはどのように感謝をね、返したらいいかといったら、やっぱり、そう、俺が頑張ってなんか面白いなぁと、まあ、僕の座右の銘は、Life is content というかね、Life as content合ってるのか分かんない、まあ人生はコンテンツ であるというかね、なんかそれは一つあるので、なんかそのコンテンツとしてね、皆さんが僕の人生を楽しんで、いただければ、これ以上の幸せはないというかね、なんかそういう風にも思いますので、まあそんなとこかな、まあでもあとはあれだな、あとはで後付けなんですけどもね、あとはあれだね、本質的な価値っていうものも大事にしていきたいなというふうに思っていて、やっぱりまあ、量より質っていうことになるんだけど、簡単に言うとね、でもやっぱりそこのね、本質的にこれは価値あんのかと、世の中に人のためになってるのかみたいなところは、より意識していく必要があると、なんか最近特にそういうふうに思ってて、自分がこれが意味があると、これは価値があるものなんだっていうものを、サッカーやってます、そう、自分が価値あると思うものを
提供したいなと、そういうふうに思います。はい、そんな感じで、だら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 話しましたけども、とにかく25歳の1年も楽しい、いい1年にするぞということで、ここパリのですねシャルル・ド・ゴール空港から、お誕生日の挨拶をさせていただきます。はい、ではまた。うん、うめえ。